昔、マナの力によって進化した文明が地上に栄えていた。やがて人々はマナの力を戦争に利用するようになり、マナの要塞と呼ばれる巨大な船を生んだ。しかし、あまりに強大なその力は神々の怒りに触れ、神獣が地上へと遣わされた。要塞と神獣の激しい戦いが世界を炎と毒で包み、地上からはマナが失われていった。その時、聖剣を携えた勇者によって要塞は落とされ、神獣も人々の前から姿を消した。戦争によって文明は失われたが、世界には再び平和が戻った。時は流れ、歴史は繰り返す。おーい、みんな、待って、くれよ。ダンディのグズ、ぼやぼやしてたら見つかって村長にまた怒られるぞ。そうだよ、村の掟じゃここに来ちゃいけないんだぜ。なんでもお化けが出るとか。へへん、大人たちも幼稚だよな。俺たちが怖がって近づかないと思ってんだから。でもばあちゃんが昔滝で光り輝くものを見たってさ、きっとすごい宝があるんだぜ。さ、先を急ごう。あ、落ちる。ああ、こりゃ登れそうにないな。どうしよう。こっちの方だな。でもこれじゃ通れないよ。ランディよ、さあ剣を抜くのだ。誰？なんだこの剣は。うん、な、眩しい。あ、お化け。ランディよ、剣を頼んだぞ。なんだなんだ。あ、剣が。
どんどん光が消えていく。村に帰ろう。剣で切れそうだぞ。ところにラビが、やばいぞ。おや、ランディじゃないか。さっき滝の方の空にすごい光が見えたよ。なんだかあたしゃ悪い予感がするね。クワバラクワバラ。店に見慣れない男がいるんだ。なんだか目つきが悪くておっかない感じだよ。
あのお客さん、どこかの国の騎士様らしいけど、こんな村に何の用かしらね。おお、ランディ、無事だったか。今ボブたちから話を聞いたところだ。キャー、一時はどうなるかと思ったぜ。手間かけさせやがって、このドジ。だからこのやつ連れていくのは嫌だったんだ。バカ者、あそこへ行ってはならんと言っておいただろうが。悪ガキどもが。ん？ランディ、何を持っているんだ？それは、いや、まさか。おお、もしかしてお前、お宝を見つけたのか？なかなかやるじゃんか。ああ、なんということだ。聖剣が抜かれてしまった。誰にも抜けないと思っていたが。ゲゲー、聖剣聞いたことあるよ。抜いたら村は全滅だって言い伝えよ。まさかランディが抜いてしまうとは。伝説聖剣がこの村を守ってくださるとされている。それが今抜かれてしまった。バカ野郎、なんてことをしたんだ。だからモンスターが暴れ出したんだな。お前みたいなよそ者が抜いちまったらおしまいだ。お前なんか。やめろよ。うるせえ。立ち上がれ。よせよ。地震だ。よくやったぞ。待ってろ、今引っ張り上げてやろう。ああ、
俺知らねえからな。その剣はどうやら本物の聖剣らしいな。大変なことになった。どうしよう。世界に危機が迫った時、勇者によって引き抜かれるはずの伝説の聖剣だ。しかし君はまだ若すぎる。きっと聖剣に何かが起こったのだろう。これ差し上げます。いや、ダメだ。聖剣は力を失ってしまっている。この剣を蘇らせなければならない。それは剣を抜いた者にしかできないのだ。どうすれば。水の神殿のルサルカ様に聞くといいだろう。200年もこの地を見守り続けてきた方だ。何かいい知恵があるかもしれん。ランディ、村長が家に来いってさ。では私は用があるので先に行くぞ。私の名はジェマ。神殿で待っているぞ。村長、このままほっとくのか。そうよ、安心できないわ。いつまたモンスターが現れるか。おお、ランディ、困ったことをしてくれた。その聖剣はこの村の守りだ。突然モンスターが現れたのもその剣が抜かれてしまったからかもしれん。そうに決まっておる。このままランディが村にいればまたモンスターが来るぞえ。出て行け。そうだ、出て行け。出て行け、出て行け。はあ、残念だが仕方ない。ランディよ、この村から出て行ってもらうことにするよ。地下に宝箱がある。それで装備を揃えていくとよいだろう。もともとよそ者のお前をこれ以上は私でもかばってやれん。許しておくれ。ランディよ、お前はもう覚えていないだろうが、お前はまだ幼かった頃、この村に母親と共にどこからかやってきた。だがお前の母親はすぐに行方不明になってしまったのだ。私は身寄りのないお前を引き取り、今日まで育ててきたが、お別れだ。きっといつか母親に会えるよう祈っているよ。達者でな。もう準備はいいのか。村長の命令でお前はもう村に入れられないんだ。さあ行きなさい。
我々はパンドーラ王国の魔女討伐隊だ。妖魔の森の悪い魔女を退治しに行くんだ。待っていたぞ。さあ行こう、ランディ。女の子に聞いてみよう。ねえ君、ルカ様は？俺、失礼な。ルカ様、お久しぶりです。よく来たな。じゃあこの子が200歳のおばあちゃん？魔物たちが村々を襲い始めております。先ほどもこの少年の村に。知っておるわ。水の流れを通して世界中のことがわかるのじゃ。マナの力が弱まっておる。だからその少年なんぞに聖剣が抜かれてしもうたのかもしれん。その時、この辺りのマナのバランスが崩れ、魔物たちが暴れ始めたのじゃろう。世界には、聖剣の力を封じている邪悪なモンスターたちがいるようじゃ。それらを倒せば、聖剣の力が回復し、鍛え直すことにより、さらなる進化を遂げるじゃろう。先ほどのマンティスアントもその一つじゃろう。聖剣の力が少し回復しておるようじゃ。モンスター以外にも剣の進化力を回復する封印があるかもしれん。それを見つけるのじゃ。
私はかつてルカ様の元で修行をしていたことがあるのだ。その時にこの世界を支えるマナの力のことを教わった。それが今失われつつある。ジェマよ、帝国の動きに気をつけるのじゃ。帝国はマナの要塞を狙っておる。マナの要塞？あの世界を滅ぼしたっていうおとぎ話の？おとぎ話ではない。本当に要塞はあったのだ。帝国は要塞をよみがえらせようとしている。帝国は各地の神殿にあるマナの種子の封印を解こうとしているらしい。この神殿の周りにもすでに何者かが様子を探りに来ておるようじゃ。ハンドーラ王国で何やら不穏な動きがあるようです。それと帝国に何か関係が？わからぬ。ジェマよ、国王に会い帝国に用心するよう伝えてくるのじゃ。わかりました。では早速。ランディ、ガイアのへそと呼ばれる洞窟に向かえ。ドワーフの鍛冶屋があると聞く。ドワーフたちにその聖剣を鍛え直してもらった方がいいだろう。剣が進化し技レベルを上げれば使える技も増えていくはずだ。しっかりな。ランディ、何をそんなに怯えておる？はるか昔、神々の最後の戦いがあった。その時に使われた神の船がマナの要塞じゃ。お前もおとぎ話として聞いたことがあるじゃろう。だが神々の戦いは本当だった。滅びかかった世界をギリギリのところで救ったのが聖剣だったとされておる。そうして生き残った者たちがマナの力に守られ、再び今の世界を築き上げたんじゃ。その剣はまさしく聖剣じゃが、その光は失われ、もはや聖剣としての力は残っておらぬ。聖剣はその最後の力を使い自らお主を選んだようじゃ。なぜ僕なんかを？わしにもわからぬ。じゃが、抜いてしまった以上、お主が聖剣をよみがえらせねばならぬ。どうすれば？お主自身が聖剣にふさわしい勇者となるべく、勇気と力を身につけなければならん。無理だよ。ランディよ、帝国がマナの要塞をよみがえらせてしまうと、マナは全て失われてしまう。その前に聖剣の力をよみがえらせねば、世界は今度こそ滅びてしまうぞ。どうすれば？お主自身が聖剣にふさわしい勇者となるべく、
勇気と力を身につけなければならん。さあ、祭壇のマナの種子に聖剣を掲げてみなさい。マナの種子と聖剣が共鳴したのじゃ。これで世界のどこにおってもその聖剣には種子からのパワーが届くはずじゃ。世界にはここを含め全部で8つの神殿がある。それぞれの種子から力を授かるという。この先、錆びついた聖剣だけでは不安じゃ。この聖水で清めたブロンズランスも持っていけ。聖剣と共に使えば聖剣と同じように進化していくじゃろう。回復してやろう。セーブもしておくかね。まずはジェマも言っていたガイアのへそに向かえ。そこには地底神殿があるはずじゃ。ガイアのへそへは南のパンドーラ王国を抜けていくとよいだろう。回復してやろう。セーブもしておくかね。まずはジェマも言っていたガイアのへそへは